政府は、物価高へののの対対応ななどをを、柱とすす。る新たな経済対策をこ後後午時後時からの臨時閣議で決定しま財源の裏付けとなる今年度の補正予算案は一般会計の総額が13兆9000億円と去年を上回る規模です。 経済対策には物価高への対応として電気ガス料金の補助を来年1月から再開させることや住民税非課税世帯への給付金などが盛り込まれる見通しですまた国民民主党が求めてきたいわゆる年収103万円の壁を引き上げることやガソリン減税を検討することも盛り込む方針です 政府は28日に招集される臨時国会で補正予算案の成立を目指します。